いつの頃からか両親の様子がおかしくなった。両親は私に夫婦の儀式を見学させるようになった。思春期を迎えていた私にとってそれは目を背けたくなるおぞましい光景だった。しかし本当に目を背けると父から固い拳で殴られるのだった。恐怖と血縁によって拘束された私は裸になった父と母の行う儀式を言われるがまま数日おきに見学するしかなかった。それが嫌で嫌で中学生の時に一度だけ家出をしたことがある。しかし所詮は中学生。たった2日で警察に補導され両親の待つ自宅へ強制連行されてしまった。その夜父は私を内臓が破裂するくらい何度も殴り、母は金切り声で泣き叫びながら私を非難した。そして二度と逃げ出さないことを文字通り血を用いた宣誓書で誓わせた。私はあまりに非力だった。その方式は今も変わっていない。結局両親が死ぬなり年老いて動けなくなる日を待つしかないのだった。それがいつになるかはわからない。今日も私はぶよぶよに太った中年夫婦の見たくもない醜い儀式を静かに見学させられている。